よし、どうも風邪気味のパンケーキです。ちょっと風邪ひいちゃったわ。さあ、今回は X パワー3000のダイナモ使いだったら開始30秒の初動だけ見て勝敗予想できる説やっていこうと思います。第2回。さあ、今回見ていきますのはこちら、アマウリさんのね、バトルメモリーなんですけど、アマウリさんといえば武器トップをね、よく取っておられる方ですね。買ってるだろ。もうメタ読みしていい？買ってます、これ。さあ、相手の編成見ていきましょう。お、編成的に見るとでも、まあ、プライムちょい長めって感じではあるけど、まあ、注射程枠がそこまでめちゃくちゃきつい武器というわけではない気がする、ダイナモ的に。で、短射程がカーボン若葉なんで、まあ、短め。ウルショットカニタンクが空いていて、あとトルネードもある。まあ、スペシャル結構強めですね、相手全体的に。ただこっちもバリアとウルショがありので、メガホンデコエ、まあ、スペシャルで言うと相手の方が強いって感じなんやけど、まあマウリさんのね、フィジカルでね、グッドフィジカルでね、あの全員破壊して勝つと思います、これ。じゃあまず30秒見ていきましょう。で、前回さ、マジでさ、じゃあの普通に失礼予想かまっちゃったからさこれは失礼にビビって勝つ予想しかできん可能性があるな、これ。いい盾ぶり。さあ、ここまでで11効果に なってはいる。で、これヤグラやな。ヤグラで相手が取って、ここで30秒、なんか今の1秒間クソ長くなかった？え、今のさ31から30秒になるのクソ長くなかった？ここでヤグラに乗った若葉が倒されて、こっちの人数有利がついて、しかもデコイを履いてて、で、相手はこのデコイ潰したりしたくて、それに気を取られたりすると。まあ、ここでキルを入らなくても、ラインがちょっとオレンジ寄りに上がるんじゃないかなと。で、しかもね、ここで、この状態で、誰やっけ？デンタルワイパーがね、バリア溜まってるよね。これ、ヤグラの動きに合わせて、前バリア、まあ、ヤグラ上で吐くか、ヤグラの前で吐くバリアを吐けば、カウントがね、かなり稼げるんちゃうかなということで、この後、まあ、オレンジ有利に試合が進んで行き、まあ、その結果、どうなるかやね。で、これ、ちょっとメタ読みしていい？この時点、4分30秒時点で、まあ、結構、この、シークバー、下のバーの前半の方なので、これ多分5分間やってますね。これ5分間やってると見て、これが短かったらさ、このままオレンジノックアウトかなっていう予想できるんやけど、まあちょっと2点3点あったんちゃうかな。いや、でも雨降りさんやから勝ってると思うよね。まあこの後の流れとしては、まあさっき言ったようにオレンジがちょっと進めて、で相手の打開のスペシャル、まあトルネードなりウルショなりでちょっと打開されて、で若干きつい、オレンジ側きついターンが入って、でも最終的に押し切って雨降りさんチーム勝ちと見た。ちょ、もう一回見るわ。まあ、でも初動のここまで見たところでさ、分かりようがねえやな、はっきり言って。次回から残り1分とかにしようかな。1分まで見て分かるかどうかみたいな。まあ、残りの試合時間とかにもよるんだよな。ちょっと待って、この時点でデンタルが、デンタルどこにいるんだこれ。あ、デンタルコイキングさんね。デンタルコイキングさんで、あ、コイキングさんが倒したのか。オッケーオッケーオッケー。で、コイキングさんが倒した状態でヤグラを奪いの、さらに、これでバリアが溜まってるのか。じゃあマジでさ、こっからさ、しばらくオレンジチームのターンが続くんじゃない？と思います。で、あとはさっき言った流れ。ちょっとオレンジ有利になって、そっから相手の打開のスペシャル。まあ、ウルシュは、こっちの矢倉が進むから、ちょっとずつ溜まっていくとはいえ、どうやろうな。まあ、こっちのウルシュの方が早いか。まあ、ウルシュ履いて、このウルシュ次第じゃない？この後履く。ウルシュがうまく刺さったら、結構がっつりカウント進めるけど、ウルシュがあんま刺されへんかったら、当たらんかったら、まあ、一回相手の打開が入るんちゃうかなって感じ。で、ちょっと、なんだこれ、青？緑？チームがカウント進めて
まあそれをまた打開して、で最終的に俺にチーム勝ち富田で、最終的なカウントは、オレンジチームが残り、まあ、30カウントぐらいまで進めてると見た。どうだ、よし見ていきましょう。あ、バリア履いてんね、バリア履いて、お、いいキル入っていく。あーでも、はいはいはい、なるほどね、ウルショー履けずにって感じか。僕もうちょい進むかなと思ったけど、意外にも相手の守りがうまかったね。そう、こっからね、相手のね、スペシャルが強く、うまい、くっそうめえや、今の。熱っ、これはちょっとカウント進みそうだな。待って、予想外れてるけど、予想外れてるけど、後の展開としてはね。まあでも、あ、まあでも、ちょっとタイミングは違うけど、言ったぐらいの、あれになってる。展開になってる。あ、でも、強いな。こっちの味方もめっちゃ強い。これかなりここで進むか、かなりここで進むのか。あ、うまい。うますぎるだろ。で、簡単そうに見えるな、めっちゃ鮮やかすぎて。あ、これ全然、あのカウント30秒超えました。30カウント。大外し、大外しをかましていく。うまいね。しっかり、プライムを弾かわしながらの、キル。こっからの押し込みがちょっと、しんどいかなっていう感じかな。ウルシュ吐いて、さらに押し込めるかどうか。まあ、一旦、こっから相手の打開のターンかな。いや、でもさすがにこのカウントもう勝ってるでしょ。まあ、ボムがすごいね。うまい！いや、あのさ、角度のさ、横振り、ちょっと難しいんだよな。あの段差上の横振りって。なんか、球が上に行ってくれない。壁に座れて。っていう難しさがあって。さあ、カニタンク履いてる。あ、こっから打開。相手のスペシャルのね、海を越えていかなくてはならない。で、トルネードも溜まってる。で、しかも次またこれプライムが溜まるから、どうだこれ打開。あ、でもプライムやってくれてるの熱いね。あ、押せ、うまい、いい曲者。このバリアでプライム溜まりそうだな。お、ナイス打開。ああ、まあ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 、まあ、まあ相手のスペシャル強いからな、この打開むずいよな。お、うまい、小池キングさんが3キル取っている。跳ねるだけではない、小池キングさん、跳ねるだけではない、小池キングさんの3キル。近頃の小池キングは切るからね、居合切るからね。ナイス、アイコで小池キングさんが溜まってる。バリアーが矢倉上で履いてくれてるので、しっかり飛んでいけ、ナイス切る。あ、ここでリードまで行きたいっすね。熱い、ナイス、最高。さあ、相手は一人だけかな。で、復帰のカーボンか。カバーと復帰カーボン。関門まで行きたいね、これ。うわー、さすがに見られてる。相手これ、固めのスペシャルも強いぞ。これ、相手のスペシャルが溜まる前に、こっちのターンにもう一回したいね。ナイスキル。で、これカニタンク吐き終わり。うおー、ボムが、相手のボムうめえ。さあ、ナイスキル。後ろいる。しっかり気づく。うまい！いや、これ逆転したらクソ熱い。あ、いい位置取ってる。これいい位置めっちゃ。あ、惜しい。あ、でもいけるんじゃないか。しっかり時間稼いでくれてる。うわ、トルネードずれすぎる。頑張れ、頑張れ、いけるか、いけるか、乗れるか。あー。1カウントさ、惜しい。いやー、マウリさんめちゃくちゃいい位置いたけどな。ということで、ことごとく外していくんやけど、
30秒じゃやっぱ分からんな。次回はちょっと1分ぐらいまで見させてもらおうかな。初動だけじゃ分からんね。というわけで、ありがとうございました。